神経梅毒とは、梅毒の中枢神経経営の感染を指す。神経梅毒の症例の大部分は、人免疫不全ウイルスに感染した患者で報告されている。初期の梅毒に最も共通して現れる神経学的な症状は、髄膜炎である。第三期梅毒の症状は主に神経梅毒であるが、神経梅毒自体は感染のどの段階でも起こりうる。 神経梅毒の診断では脳脊髄液を採取するため腰椎潜取が行われ特定の梅毒トリポネーマの抗原に対する抗体検査が行われる望ましい検査法は VDRL 法であり FTAABS 法が補完的に行われることもある歴史的にはこの疾患はタスキギー梅毒実験で研究されており科学における不正行為の例として 最も有名な例の一つである。研究は未治療の梅毒を持つアフリカ系アメリカ人約400人を対象として1932年から1972年まで経過観察が行われ、梅毒に感染していない約200人との比較が行われた。研究は参加者のインフォームドコンセントのないまま開始され、アメリカ公衆衛生局によって1972年まで 継続された。研究者はペニシリンが神経梅毒の効果的な治療薬であることが判明したのを知りながら、それを患者に知らせず治療を差し控えた。4年の観察期間の後、患者の26.1%、対象群の2.5%で神経梅毒が見られた。20年の観察期間後、14%が神経梅毒の兆候を示し、40%が 他の原因で死亡した。タスキギー実験の影響もあって、1974年には国家研究法が通過し、研究習慣は変化した。知験審査委員会が設置され、インフォームドコンセントが実践されるようになった。そして1997年には大統領による謝罪が行われた。神経梅毒の兆候と症状は、梅毒の段階によって変化する。 梅毒の段階は、1期、2期、潜伏期、3期に分類される。第3期梅毒の症状は主に神経梅毒である。神経梅毒は感染のどの段階でも起こることには留意すべきである。髄膜炎は初期の梅毒に最もよく見られる神経学的な症状である。典型的には第2期に起こり、最初の感染から1年以内に発生する。症状は、 他の形態の髄膜炎と類似している。梅毒性髄膜炎に関連する症状としては、顔面神経の麻痺が最もよく見られる。目のほとんどすべての部分が影響を受ける。目梅毒に最もよく現れる症状は、ブドウ膜炎である。他には、状況膜炎、ガラス体炎、盲膜炎、視神経乳頭炎、盲膜剥離、角膜実質炎などが見られる。 髄膜血管型梅毒は通常晩期の梅毒で起こるが初期段階でも影響を受けている可能性がある。これは中枢神経系に供給を行っている血管系の炎症によるもので結果として拒絶が生じる。典型的には最初の感染から約6年から7年の後に起こり脳卒中または脊髄梗塞として現れる可能性がある。兆候や症状は 影響を受けている。血管領域によって変化する。最も影響を受けていることが多いのは、中大脳動脈である。脳実質梅毒は、最初の感染の数年から数十年後に発生する。脊髄誤作の編成のために、脊髄老として知られる一連の症状が出現する。アーガイル・ロバートソン・ドコー、失調性の不覚拡大、貧失菌、または、尿失菌。 一感覚と振動感覚の消失、神部痛や温度感覚の消失、急性反復性胃腸痛、神経障害性関節症、進行性麻痺などが見られる。また、ゴム種は破壊性炎症と選挙性病変として出現することもある。これは肉芽腫による器官の破壊よって引き起こされる。ほとんどの場合、脳の前頭葉と頭頂葉が影響を受ける。 ヤーリッシュヘルクスハイマー反応は、梅毒の治療に対する、免疫系の反応によって、治療の2時間から24時間以内に発生する。反応の正確なメカニズムは不明であるが、抗生物質による治療によって死滅した、または死滅しかけているトレポネーマの個体から、炎症誘発性のリポタンパク質が放出されることで、引き起こされる可能性が高いと考えられている。典型的には、 発熱、頭痛、筋肉痛、そして皮膚の発疹の悪化を伴うこともある。初期段階の梅毒で最も多く起こり、1期、2期梅毒の患者の50%から75%で見られる。通常症状は限定的で、下熱薬やヒステロイド性抗炎症薬で承知される。無防備な成功や複数の性的パートナーを持つといった高リスクな、 性行動は感染の危険因子となる。梅毒は男性と性行を行う男性の間で流行している。HIV の感染に対するコーレトルウイルス薬治療は HIV の伝染を抑制するが梅毒の伝染には効果がない。このことが男性と性行を行う男性の間で梅毒の感染率が上昇している要因となっている可能性がある。また、 ドラッグの使用と関連している可能性もある。神経梅毒の病理は完全には解明されていない。梅毒トレポネーマの培養が容易ではないこともその一因となっている。最初の感染から数日から数週間以内に梅毒トレポネーマは血液とリンパを介して広がる。個体はほとんどすべての器官の血管周囲に蓄積し、中枢神経系も含まれる。ある患者では CNS への感染が起こり、他の患者で起こらない理由は不明である。稀に、個体は、目の、あらゆる構造に侵入し、局所的な炎症と不死を引き起こす。1期と2期の梅毒では、髄膜への侵入によって、血管周囲空へのリンパ球と、形質細胞の浸潤が引き起こされる。脳幹と脊髄への細胞性免疫応答の拡大は、 炎症と髄膜の小血管のエッシを引き起こす。三期梅毒では、慢性的な潜伏感染の再活性化によって、髄膜血管型梅毒が引き起こされる可能性がある。これは、中枢神経経営供給を行っている、小動脈、中動脈、大動脈の閉塞性動脈内膜炎によって生じる。脳実質梅毒は、脊髄楼。 進行性麻痺として症状が現れる。脊髄炉は腰栓部及び下部胸部に関与する脊髄誤作の神経繊維の不可逆的な変性によるものであると考えられている。進行性麻痺は髄膜の血管の炎症と上着の肉芽種の浸潤によって引き起こされ、神経細胞子やアストロサイトやミクログリアの増殖を引き起こす。損傷は大脳皮質。 戦状体、死傷株、髄膜で後発する。梅毒トリポネーマと HIV の同時感染は、梅毒の経過に影響を与えることが知られている。梅毒は、神経梅毒へ進行する前20年から20年の休眠期間が存在するが、HIV は、その進行速度を早める、可能性がある。また、HIV への感染はペニシリンによる、 治療の失敗の頻度を高めることが知られている。そのため、神経梅毒は、HIV 感染率が高く、ペニシリンへのアクセスが限られている社会で再び、広がっている。神経梅毒の診断には、脳脊髄液の検査が必要である。脳脊髄液の採取には、腰椎潜取が利用される。神経梅毒の診断では、脳脊髄液の VDRL 法による検査が、望ましい。 陽性であれば神経梅毒であることが確認されるが、陰性の結果から神経梅毒の可能性を排除することはできない。VDRL 法の感度は低いため、FTAABS 法が VDRL 法を保管するために利用されることがある。報告されている感度には差がある。抗体検査の偽陰性は、凝集反応が起こらないほど抗体濃度が高い時に生じることがある。これは、 典型的には、第2期梅毒で見られ、飼料を10倍に希釈することで回避することができる。神経梅毒の初期段階では、CSF の白血玉数がしばしば上昇している。マイクロリットルあたりの白血玉数は50、100個程度で、主にリンパ球が占める。一般的に晩期の梅毒では、細胞数は低下している。梅毒の段階に関わらず、 CSF に白血球が存在しなければ、神経梅毒の可能性は排除される。神経梅毒の治療にはペニシリンが用いられる。ペニシリンによる治療の2つの例は次のようなものである。感染の消失を確認するため、一般的に3、6、12、24、36ヶ月後に経過観察の血液検査が行われる。脳脊髄液検査のための腰髄選手が、 一般的には6ヶ月ごとに細胞数が正常になるまで行われる。すべての梅毒患者に対し HIV 感染の検査を行うべきである。梅毒のすべての症例は公衆衛生当局に報告されるべきであり、当局はパートナーに対する通知、検査、治療の必要性の判断の支援を行うのが良い。治療の成功は VDRL 法のような、一人ポネーマ抗体検査において、力値が1、4以下に低下することで判断される。初期段階の梅毒は62ヶ月で低下し、晩期の梅毒は低下まで20に12 24ヶ月かかる。以前に梅毒にかかっていた人の場合、力値の低下はよりゆっくりとしたものとなる。ありがとうございます。